関ヶ原の敗将から奇跡のカムバック、真偽を貫いた日の本無双の優勝、立花宗茂。かつて豊臣秀吉から日の本無双の優勝と称えられた武将、筑後の国福岡県柳川初代藩主立花宗茂。関ヶ原合戦で敗軍の将になりながら、丘陵に大陸の大名として返り咲いた唯一の武将です。徳川家に弓矢を引きながら奇跡的な復活をした理由、それは義と勇気を貫いた武士の中の武士という生き様にありました。今回はそんなかっこいい武将立花宗茂の真偽に熱い姿にスポットを当ててみたいと思います。関ヶ原合戦では西軍につき浪人、立花宗茂、名前は何度も変えましたがここでは宗茂で統一の前半生を簡単に紹介すると、1567年に北九州の戦国大名大友氏の重臣高橋常雲の嫡男に生まれ、同じ大友重臣の立花道節の養子に。豊臣秀吉の九州平定後に秀吉の直臣大名に取り立てられます。宗茂は秀吉に対する義理を忘れませんでした。関ヶ原合戦では家康からの50万石を与えるという誘いを跳ねつけ、周囲の大人の事情にも惑わされることなく豊臣家への恩義第一とさっさと石田三成の西軍に参加しました。大津城攻めに加わり、関ヶ原合戦には間に合いませんでしたが、合戦後も大阪城でこの城を盾に戦えば豊臣恩顧の大名もこちらにつくはずと総大将の毛利輝元に進言します。しかし聞き入れられず敗戦。戦後徳川家によって宗茂の領地は没収され浪人になりました。義を貫いたため浪人になるとは切ないですよね。でもそれが宗茂の生き方でした。宗茂は晩年、道に背いた行動をしたことはないと語っています。その宗茂の清廉にして義を重んじる生き方は二人の父の背中から学んだものでした。偉大すぎる二人の父と神ってる宗茂、二人の父とは共に傑出した名将であるジップの高橋常雲と義父舅の立花道節。親子ほど年の離れた二人は大友氏が衰退して他の家臣たちが次々と離反していく中、最後まで大友氏への忠義を全うした義将として称えられています。偉大すぎる父を持てば息子はとなりそうですが、宗茂は逆で文武ともに神ってる若君でした。5歳の頃には弁舌が巧みで、6歳の頃には10歳の子供を相撲で投げ飛ばします。8歳の頃、祭り見物の際に人情沙汰があっても当事者でないのだから慌てなくてよいと言って平然とその場にとどまったとか、12歳の頃には強い弓を引いて4度のうち3度的に命中させています。まさに神道ですね。父常雲もそんな息子に英才教育を施します。山野を歩き宗茂に、今ここで襲われたらどうすると不意に聞いて息子を鍛えました。さらに常雲は宗茂を尊敬する道節のもとへもしばしば連れて行きます。この道節がとんでもないスパルタ教育。宗茂が栗林で伊賀を足で踏み抜いた時、道節の家臣が伊賀を抜くのかと思いきや宗茂の足にさらにぐいぐいと伊賀を押し付けるのです。普通の子供なら痛いと声を上げるところですが、宗茂は何クソとぐっと我慢しました。道節は我慢強いのは良いことだと宗茂に惚れ込みます。宗茂を見込んだ道節が宗茂を跡継ぎにくれぬかと常雲に言い出しました。道節には娘の銀千代しかなく、その婿にと望んだのです。しかし高橋家も宗茂は大事な嫡男、常雲は断りますが、自分は年だ、
高橋家と立花家で大友家を守りたい、そのためにも宗茂が欲しいという道節の熱意に負け養子に出しました。ちなみに高橋家は宗茂の弟が継ぎました。常雲は家を出る宗茂に、いつ道節殿と自分が敵味方になるかわからない、その時には道節軍の先鋒となってこの父を討ち取れ、万一道節殿に縁を切られた時はこれで自害せよと刀を渡しました。戦国の不死、しびれますね。宗茂は戦の神とも言われた道節の薫陶のもと、武将としての技量を磨いていきます。初陣は諸説ありますが、15歳頃の石坂合戦では宗茂はわずかな手勢を率いて伏兵戦術で敵を混乱させると、自らも敵の豪遊の将と取っ組み合ってその首を取りました。以後も本当に10代の少年というような水際だった士気と武勇を見せて戦場を駆け巡ります。宗茂を若い婿養子と侮った秋月氏が道節の留守を狙って8倍もの兵で宗茂の守る城を攻めたことがありました。宗茂は秋月氏の背後に回って奇襲をかけ敵を敗走させるという巧みな采配を振るっています。今の中学生高校生に大人の大軍が翻弄され蹴散らされたわけです。宗茂恐るべしですね。命を懸けた父の忠義と息子への愛、しかし九州では騒乱の嵐が吹き荒れていました。九州制圧を目指す薩摩の島津氏が大友氏の領地に迫ります。次々と大友方の人々が島津氏になびく中、道節不死と常雲は主家が危ない時こそ身を尽くすのが真の忠義と踏みとどまって戦い、島津氏の猛攻を防ぎます。道節は陣中にて倒れて病死しました。翌年の1586年、秀吉の九州平定が計画されます。島津氏がその前にと怒涛の勢いで大友氏に攻め込み、常雲が守る岩屋城を囲みます。島津勢は60倍近い大軍、宗茂は父に守りの固い橘山城で一緒に戦おうと誘いますが、常雲は息子のためにこの前衛となる城で秀吉の軍が来るまで時間稼ぎをすると決めていました。常雲の絶妙な采配で島津軍に多大な被害を与えた挙句、城は半月も持ちこたえ最後は玉砕しました。父の常雲は自らの命をもって息子に誠の生き方を示したわけです。あっぱれ九州一の武将、そんな父の思いを宗茂はしっかり受け取ります。島津勢が宗茂の守る橘山城に迫りました。宗茂は徹底抗戦して城を守る一方、城外に出て奇襲を仕掛け敵を切り切り舞い、島津勢が総攻撃を計画すると宗茂は降伏するよう城内をまとめ中、もう少し待ってと敵を油断させます。ところがその間に秀吉の大軍が近づいてきました。しまった、島津勢は撤退を始めます。宗茂は橘山城を島津から守ったのでした。ここで助かったとは思わないのが宗茂、なんとここで島津の大軍を追撃し数百の首級を挙げ、その勢いで岩屋城、宝満城を奪還します。その後も豊臣軍の九州平定に従って素晴らしい働きをしたため、秀吉から筑後柳川13万2千石を与えられ、独立した大名に取り立てられました。この時秀吉からその忠義も豪遊も鎮西九州一と称えられました。後に秀吉から東国無双の本多忠勝、西国無双の立花宗茂と紹介されています。日の本無双の優勝と称えられた朝鮮出兵、父と義父の武勇と義の血を受け継いだ宗茂、その気骨は朝鮮出兵で広く知れ渡ります。朝鮮で何倍もの敵に対し
臆さずに奇襲を仕掛け自ら突入して日本軍の劣勢を跳ね返すなど天才的な戦いを見せた宗茂。秀吉からはついに日の本無双の優勝と絶賛されています。一方で加藤清正や小西行長が包囲されてピンチに陥ると救援を渋る他の武将を尻目に真っ先に救援に向かったのも宗茂でした。特に朝鮮からの撤退戦で小西行長が順天城に取り残された時には小西殿は敵の捕虜になってしまう、これを見殺しにしては日本の恥、私は一人になっても戦うと宣言。これに島津義弘や寺沢博隆も同意し、激戦の末に救出して最後に帰国しています。宗茂の勇気と義は多くの武将の知るところとなりました。一方で戦目付の石田三成があるとき戦地を訪れ宗茂に、貴殿の働きはよく承知していますが太閤殿下のお耳には入っていないようで私から申し上げましょうかと言ったことがありました。三成があなたの実績を報告してあげます、この私がと恩を着せたかったのか試したのかは分かりません。宗茂はおかしいことを申される、目付は真実を伝えるのが役目でお願いされて報告するとは呆れる、私は武士の本分として戦っていますと一蹴。スカッとしますよね。三成は頭を下げて立ち去ったようです。浪人生活から柳川城主に復帰。関ヶ原合戦では豊臣家の忠義から迷うことなく西軍に味方、敗将になりますが食いることなく他の大名家からの誘いを断って浪人生活を送りました。このように常に自らの真偽に従って行動した宗茂、その人柄は義理堅く高潔にして温厚で誠実、おごらず自慢せず家臣にも筋を通したと伝えられています。戦いは兵の数で決まるのではなく一つにまとまって輪があるかどうか、それは普段から心を許し親しく関わっているからで、この信頼のもと一言の義であっても身を捨てると語っている通りに人と接したため家臣や領民らからも慕われました。柳川から出ていく時には領民らがこれに反対して決起しようとしたほど。また宗茂を慕った家臣たちが小無双や妊婦仕事で浪人中の宗茂の生活を助けました。宗茂は苦しい中でも自暴自棄になることなく弓や茶道に磨きをかけるなど逆境もたくましく生き続けます。その宗茂の名声は徳川家のもとにも届きます。家康と秀忠は野に埋もれさせておくのは惜しいと彼を召し出すと奥州棚倉1万石を与え将軍の昭番衆に抜擢しました。徳川家では豊臣家との決戦に備えて宗茂を取り込もうという思いもあったのでしょう。宗茂は大阪の陣では徳川方として活躍、その働きが認められて1620年奇跡が訪れます。約20年ぶりにおよそ10万石を与えられ柳川城主に復帰したのです。そんな宗茂に豊臣家を裏切ったのではという人もいましたが、宗茂は関ヶ原合戦で豊臣家への恩は返し領土も失ったので借りはありません、今の領地は徳川家から賜ったので徳川家へのご恩返しに働くのは当然と答えたそう。だから逆に私が関ヶ原で大津を攻めたことを徳川の世になって謀反という人がいるが、謀反とは君に背くこと、私は太閤への忠義を尽くしたまでと徳川家の前で堂々と述べています。どんな時も天に恥じることなく真偽を貫いてきたという矜持が見て取れますよね。宗茂は己の信念を愚直に生きた結果どん底も味わいましたが柳川城主に復活することができました。どの時代でも正直に頑張った人が報われるのはやっぱり嬉しいですよね。
最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。